ハンバッハ炭鉱で稼働するバガー293バケットホイールエクスカベーターは露天採掘に用いられる大型建設機械の名称。長いアーム先端に回転式の巨大なホイールが付いており、ホイールの外側に複数の掘作バケットが付いている。採掘したい場所にこのホイールを押し当てて回転させ、強度の鉱物を大量に削り取る。ブウェイにはアームの中にベルトコンベアが通され、 採掘された鉱物はこのベルトに送られる。また、ブウェイ単体では使用されず、粉砕、散布、堆積など、複数の機器の組み合わせによって運用される。下部には無限軌道が装備されており、移動しながら連続的な採掘を可能にした点が大きな特徴である。旧東ドイツ人民公社であった、タクラフ社が製造したバガー293は、 人類史上最大の自走機械として、ギネス世界記録にも登録されている。バケットホイールクス作機は、過去一世紀にわたり使用されており、1920年代には、いくつかの製造会社が起業している。全体的なコンセプトの変更は行われていない。一方、そのサイズは1978年に、SRS6300 とバガー288が、 できてから劇的に成長しており、1995年に製作されたブェイ、バガー293はその全長225メートル、全高96メートル、総重量14,200トンにも及ぶ。バケットホイールの直径は21.6メートルであり、18個のバケットが取り付けられており、それぞれが6.6立方メートルの鉱物を削り出し保持できるほか、 マイナス45度の過酷な寒冷地でも稼働できるよう設計されている。近年、開発担当者は自動化と使用電力へその焦点を当てている。屈作バケットが取り付けられたカッティングホイール、それを支えるホイールブーム、カウンターウェイトが取り付けられた上部構造物となるブーム、下部の無限軌道、搬送ブーム、採掘した鉱物を流すコンベアによって構成されている。 また初期型バケットは可動式であったが、新型バケットは固定式へと変更されている。バガー288ドイツデッサウ近郊の野外産業博物館フェロポリスに展示されているバケットホイールエクスカベーターバガー288はその素性がよく知られており、簡単にその特徴を示す。バガー288はドイツのクルップ社が開発製造し、 建造25年の歳月をかけ1978年に完成した。全長220メートル、全高96メートル、総重量12,340トンであり、規模において当時世界一だった NASA のロケット運搬装置を超えた。動力はすべて外部電力で、定常運転時は16メガワットもの電力が必要である。操作には5人が必要で、そのためトイレや、 台所も完備している。直径21.6メートルのホイールには18個のバケットがついており、一つのバケットあたり6.6立方メートルの容積がある。これによって1日に24万トンもの採掘が可能。移動速度は最大分速10メートルであり、12本の無限軌道で動く。2001年2月にドイツ西部のカッタンテンホリ鉱山。 ハンバッハ炭鉱から3週間かけて 22km、先のガーツワイラー炭鉱まで移動した。移動には1500万マルクと70人の作業員を用した。ありがとうございます。